三好の良いとこ紹介。去年から三好さんの唐辛子も一部使ってるんですよ。で今この漬けとこの唐辛子をミキシングしてるのがこの機械で、お売りする場合、あとあの三好のお好み焼き屋さんって大体あの広島のお好み焼き屋みたいに湯がく機械がないところが多いんですけど、こういうふうにここで湯がいて、で機械がこういうふうにやる。あと一回言うと動くな。でこちらで外まずに入れておく。ここで作業。そうなんです。一回湯がいたものをスーパーに下ろしたりすると多分3日ぐらいしか持たないですね。こう一回蒸気で殺菌をして急速に冷やして一般製品数を抑える。でそれをすると大体8日とかっていうような感じでスーパーに並べられるので、でこちらから上がってきたものをこっちの送風機の方で自然に冷やして、最終的にはまあこういう斜めだと、まあお好み焼き屋さんによってはもうこのままお出しする場合もありますし、ご要望に応じて茹でたやつをお出しする。